ものっていうのはかなり大きいってことは、まあ、重々理解してこうピッチに立つと思うので、はい、まあ、そういう意味では小川のラインなんかも得点が生まれるこう可能性高いですからね。前半は左エンドホーム横浜 FC、 右エンドに大分トリニータです。アウェー大分のキックオフでゲームがスタートしています。ここは一旦足元で収めてさらにつないでいって長澤は右に展開、うん、中には梅崎入ってきています。この位置からクロスが入る、梅崎ヘディング、アウェー大分先制5分。右サイドからの折り返し、頭で合わせました梅崎。ポストプレーをしてやっぱ自分がゴールを取れる位置に入っていくんですよね、はい、そのことによって相手のディフェンスラインがそこを注意しなきゃいけないで、その裏で梅崎がしっかりと落下して入って、はい、もう相手もファールで奪い返してマルセロ・ヒアンワンタッチ、小川航基セカンドから左へ打つ、22分横浜 FC 同点。小川航基今シーズン23点目決めましたね。一度は右足のシュートはブロックされたんですけども、その後の後の左足のシュートはやっぱ落ち着いていましたね。この後すぐ、うん、やっぱここで落ち着いてシュートを打てる。大分コーナーキック下田中央へ流れてきた、最後はロフタンキャッチ、いやよく止めた。45分です。下田が狙ってきました。ファーサイド寄りに踏み込んだところだったんですね。そうなんですよね、まあ、この2人の駆け引き、まあ、そしてこの下田のボールの質、隙間っていうのは狙っていきたいかもしれないですね。なるほど、おっと高い位置で奪って和田、和田マイナス、斉藤後ろから小川航基、難しかったと思うんですよ、はい、前にスライディングして入ってくる選手いたので、この後ですね、この後ペレイラですかね、スライディング入ってきた、ちょっと来てましたね。下がりながらマルセロ・ヒアン、ちょっとこのパスつながらず、前が空いて野村左足、ここに十分にシュートを打つスペースがありましたからね、はい、素晴らしいシュート。そしてここで試合終了の笛です。